ノベリストは、ドイツの競走馬。通算成績11戦9勝。2014年現在日本で、種牡馬となっている。2013年、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス、サンクルー大賞典、バーデン大賞などを優勝した。デュッセルドルフでデビューし1着。平場戦で勝った後、メツレル春季賞、ウニオンレネンを勝ち4連勝でドイツスダービーに出走するも2着。続いて出走したバーデン大賞では、デインドリームに敗れ4着であった。しかし、イタリアのジョッキークラブ大賞で勝利。フランスのサンクルー大賞で G1 競走2勝目を果たす。続いて出走したイギリス最高峰のレースである、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスにおいて2着のトレーディングウェザーに5馬身をつけ圧勝した。優勝タイムの2分24秒60は2010年にハービンジャーが樹立したレコードを大幅に更新するアスコット競馬場レコードであった。その後2度目の出走となるバーデン大賞で優勝を果たし、G1 競走を3連勝した。ドイツの歴史的名馬の一頭に数えられ、凱旋門賞でも有力馬に挙げられたが、発熱のため回避。この年限りで引退し、日本の社台スタリオンステーションで種牡馬入りした。2014年より競泳開始し、2017年に産駒デビューした。2019年1月にラストドラフトが、京成杯を勝利し、ノベリスト産駒の JRA 初重賞制覇となった。2019年10月にはオーストラリアで、ピースオブワールドとの間に生まれたゴルフが、G3 クーンGカップを制し海外重賞初制覇となった。2021年より、レックススタッドで、つなぎをされることになった。ありがとうございます。